うちのその彼女というか、あの、妻というか、家内というか、奥さんというかっていうところの、あの、通ってた高校が、中村橋にある高校だったんですけど、そこの演劇部の先生が、女子校なんですけど、生徒に手を出すっていうのが割と有名で、みたいなこと言ってたら、なんか文春だか慎重だから乗ったんですよね。 その被害の生徒がいるみたいな感じで、うちの彼女とか奥さんが、まあ、まあ、高校生だった頃って20年前ぐらいですけど、20年前ぐらいからもずっと続いてたら、週、未だにやってて、なんか身長だか文春だかになんか取り上げられてみたいなのあって、まあ、そういうのは良くないですよ、と。はい。えっ、ー、とですね、コメントでなんで嫁と呼べないっていうのがあったんですけど、嫁っていうのは基本的に自分の息子だったりに嫁いだ人を呼ぶんですよね。 じゃあ僕に子供がいましたと。で、僕の子供の配偶者が嫁なんですよ。で、僕自身の配偶者は妻なんですよね。自分の配偶者のことを嫁と呼ぶ人っていうのがたまにいるんですけど、日本語としては違うんじゃないかなと思うんですけど、はい。えー、なんで iPhone SE から iPhone 13 Pro に買い替えたの えっとですね、あの、うちの彼女が僕の iPhone のお風呂を使うっていう習性がありまして、で、うちの彼女が使ってた携帯がすげえボロボロになってて、あの、早く iPhone 買い替えろやって圧力をずっと食らってたんですよね。で、買い替えろやって言われたので、9月になって買い替えて、 で、アイ k e a p l なんかあの、お金払うと、あの、なんか修理安くなるみたいなやつがあって、で、その iPhone SE2 を、じゃあそのガラス僕の日々相手だからこれをこう直してもらって、それを使えば新品同様じゃんっていうので、で、送って、で、それが帰ってきて、で渡したら、結局なんか3週間くらいデータ移行しなかったんですよね。<laughs> お前急いでねえじゃんとか思ったんですけど、まあはい。